こんばんは、速稼塾の久保です。じゃあ早速ね、ザイグル使ってみようかと思います。まずは機材の説明ですね。はい、ここにね、遠赤外線ヒーターがついてるでしょ。そしてこっちにもついてるんですね。見えます？この上と下から挟み込むようにしてね、焼いていきます。で、この鉄板穴が開いてるでしょ。で、お肉を焼いたら水分がここに落ちていって、まあいい感じで食べれるんですね。で、水分がね、こちらの方に受け皿がいます。いったお肉の水分が下に落ちるんですね、こうやって。ちなみになんですけども、こちらに引いてもいいし、こちら側から取ってもいいというね、両面になってます。はい、電源と火力はこちらで、こうやって調整かな。はい、真っ赤に燃えております。電源を入れて1分でもう湯気が出てきました。ほら、見えます？湯気ゆらゆらと出てるでしょ、ここに、ね、すごいですね、早いですね、これ。で、用意していたお肉と、ね、さあ、では入れていきますよ。こう、もう音がしてるでしょ。もう焼けてます。早いな。早速美味しそうじゃないですか。で、このレバーは片面焼き上だけと、今両面焼きなんですけど、下上両方で焼くパターンとに切り替えることができるんですね。はい、もういいんじゃないですか。結構焼けてきたと思いますかね。火力に自信がないところがあったんですけども、焼き始めて3分、あ、もう結構できてます。これは結構いいですね。これね、煙も出ないし香ばしくって、これ思ったよりね、あれですよ、シチリンとかで焼いたような、あれに負けず劣らずの味ですね。で、お肉がちょっとちっちゃめなんで、今日はこの菜箸でね、やった方がいいかなということで、菜箸に変更します。焼肉の鉄板でちょっと大きめなんですよね。で、これはね、ほんとこのサイズなんで、テーブルの上コンパクトに本当に収まります。で、いろんな他の食材をバーッと並べても鉄板が邪魔にならないのと、そうですね、これ一人焼肉でもいいんですけども、2人ぐらいだったらこれでね、十分焼けていきますね。さあ、第2弾が焼けましたよ。すぐ焼けるの、これ。なんかこの色、屋台の赤ちょうちんって感じがするでしょ。なんか懐かしい味っていうかね、憎めない味がしますね。うん、ザイグル買ってね、余計な金使ったかなと思ったんですけど、これなら大正解ですよ。はい、これカチンコチンです。これ置いときます。はい、じゃあ焼き始めて1分なんで、これを裏返していこうかなと思いますね。裏返してもう1分経ったんですけども、まだちょっと時間かかりそうなんで、これ避けといてね。で、やっぱりこう主役の方を、ね、このザイグルって人気商品なんですけども、不思議とバッタモン出てこないですよね。こういったのって大抵なんか田舎のホームセンターとかがバッタモンをね、出してきてなんか3980円とかやってそうじゃないですか。ないですよね。なんかザイグルはザイグル1本だけのような気がしますね。まあ大体10分ぐらいでカチンコチンのお肉も両方とも焼けたかなと思います。あとね、煙は出ないんですけども、油は結構周りに跳ねますんで、この辺やっぱ新聞を引いたりした方がいいですね。じゃあカチンコチンだった豚肉はこのままね、切らずに、うん、じゃあ第1回ザイグル試し焼き&試食会終わりましたんで、こちらの電源切ってね、置こうかと思います。はい、で、どのぐらい水が溜まったのかね、ちょっと。はい、では食後のお手入れなんですけども、こちらのザイグルね、基本的には鉄板を熱いのをね、気をつけて掃除するだけでいいのかなと思います。水洗いですね。中はこんな感じですね。あ、多少汚れてますね。まあ、鉄板をこのように、まあ、水洗いしていけばいいんじゃないですかね。これ冷えてきたら、洗剤でやります。で、ザイグル自身の移動はここを持てばね、やけどすることもないですから、こうやってこうね、下の水受けをまた洗えばいいんじゃないですかね。
今回はザイグルでねお肉を食べてみましたけども、今日届いてもう今日食べてるという感じですね。結構ね買ってみて良かった点はいろいろあったんですけども、まずはね場所を取らないっていうのがいいですね。でお手入れむちゃくちゃ簡単です。以前はでっかい鉄板だったんで洗うとこうベシャベシャと水が跳ねてたんですけども、今回はねこう本当鉄板このサイズですから、卵焼きの四角いフライパンあるんですよ、あれを洗う感覚ですね。しかもすごく汚れ落ちやすいんですよ。で気をつける点としてはこの下のね電熱線、これが汚れると放電効果落ちると思います。でここはね冷える前に本当ちょっと熱いですけども、タオルでしっかりときれいにした方がいいと思います。でその他ねしばらく暑いですからね、しばらく暑いんでこうやって触らないようにご家族の方とかに言っといた方がいいと思いますね。なんかね買った時はねしまったと思ったんですよ。これ見ただけでもちょっとね2万とか3万とかするような代物じゃないじゃないですか。いやでもね出来栄えを見てみたら今までの焼肉の鉄板とか逆にいらなくなっちゃいますね。このコンパクトなサイズ、そして追加の鉄板がちょっと大きいのあったでしょ、あれを使わなくても1人だったら十分、2人でも十分です。3人4人になってくるとでかい鉄板出した方がいいと思いますけども、まあ、それでもねなんか焼肉屋のほら網のサイズでしょこれ、だからこれで十分2人いけると思うんですよ。まあ、お悩みの方がいらっしゃったら、まあ、買ってみてその快適さを実感した方がいいと思います。多分ね今までの鉄板じゃあ味わえないような快適さと、あとねお手軽さね、これがいいんじゃないですかね。焼肉の準備とか片付けって結構めんどくさいじゃないですか。これザイグルにしたらむちゃくちゃ簡単になりますよ。それだけでもちょっと高いお金払った価値があるかなと思います。そんなところですかね。まあ美味しくいただきました。味もね思ったより数倍良かったですね。まあお肉も結構今回いいのを探したんですよ。まあでもね焼き加減もバッチリでした。ザイグル